ぴょっ。近づけ影分身の術よっ大玉ら戦団影分身の術大玉ら戦団影分身の術すごいなるかわいい良さそうだダウンさせれば攻撃できるってばよはっはっはっ影分身の術はっ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 影分身の術よっわかったわ大玉ら戦団はっはっはっ影分身の術こいつもダウンさせれば攻撃できるってばよ。了解。影分身の術。壮大な術が待ち受けるわ。フードン、螺旋手裏剣。いっけ。螺旋手裏剣守ったぜ。いくふう任務完了ね。あと少しで一族の野望を実現できたというのに。天路に里を追われてから我ら一族がたどった道はまさに茨だった。土をはみ、泥水をすすり、天路に復讐することだけを目的に生きてきた。この気持ちが貴様にわかるか。天路にも同じ道を歩かせ、過去の非道を思い知らせてやるつもりだったのに。言いたいことはそれだけか。いつまでも因縁とかくだらねえこと言ってんな。くだらんだと？その通りだ。全ては天路と天霧の因縁が生んだ過ちなのに、天霧ばかりに辛い思いをさせてしまった。それを仲間としてお前の気持ちを汲んでやることができなかった。すまなかった。この通りだ。炎蔵。父さん。天路だか天霧だか知らねえけど、要は同じ里の仲間じゃねえかよ。そうだよ、あたいたちはみんな夢隠れの仲間だろ。そりゃたまには喧嘩もするけどさ。里を思う気持ちはみんな一緒だ。今すぐに過去を拭い去ることはできないかもしれない。でも時間をかけて分かり合っていけば必ず道は開ける。そうだろ、ナルト。ああ元帥よ、
わしらの知らないうちに時代は流れているようだ。これからの未来はきっと違ったものになる。なあ、笑わないで聞いてくれるか。あたいには夢があるんだ。夢隠れの名にふさわしい、とびっきりの夢がな。夢？ああ、因縁などに縛られることなく、みんなが笑顔でいられる里を築く、それがあたいの夢だ。そんなことができるのか。ああ、できるさ。絆があればな。絆？ナルト、お前に礼を言わなくっちゃならないな。え？お前のおかげで仲間を信じることを忘れずに済んだ。ありがとう。別に俺は木の葉の里を仲間を助けようとしただけだってばよ。夢隠れの件は失敗したようです。所詮辺境でくすぶっていた雑魚には荷が重かったようだな。まあいい、機会はまた訪れるだろう。わしがおかげになる機会が必ずな。いい水の音だ。落ち着く。ちょっとタンマ、休憩しようよ。ね。またか！水月、お前何回休んでんだこら！先を急ぐぞ。イタチ、待っていろ。この葉にはいろいろ世話になってばかりだな。その上、木材まで提供してもらって、なんとお礼を言ってよいのやら。いえ、礼には及びませんよ。な、ヤマト。簡単に言ってくれますね。これ、めちゃめちゃ辛いんですけど。そう言うなって。ヤマト隊長、頼りにしてるぜ。そうそう。忍術が戦い以外に役に立つなんて、さすが。ヤマトは俺が唯一認めた優秀な後輩だからな。まあでも疲れたって言うんなら。木炭巨木中の術。おだて作戦大成功。単純だな。まったく、もっと上忍としての威厳を。エビス先生、
ん？お色気の術、リュカバージョン。エビス先生も単純だぞ、これ。どうだ、ナルト兄ちゃん、俺の真術の威力は。そんな術では生ぬるいってばよ、このハマル。見よ、新開発した俺のスーパーエロ忍術、行くぞ。この葉の恥さらしが。まったく面白い奴らだね、お前らは。我らも負けられないな。ヨミト、もっと元気よく喋んなよ。俺は父上の犯した罪を償いながら生きていくよ。もう二度と間違った道を歩まぬようにな。大佐だけじゃない、あたいたちも一緒だ。そしてあたいたちの絆の力で夢隠れの里を守っていく。木の葉を守ったお前らのようにね。そして木の葉にも負けない素晴らしい里にしてみせるよ。俺たちも負けねえってばよ。